はい、よろしくお願いします。皆さんにございます。というわけで皆さん、両手打ちバックハンドでもこう激しくハードヒットしたいと思っている方多いと思うんですね。今日はワールドテニス TV の辻健さんと一から学び直すシリーズで、こう体を開かない、こうラケットを、振った気になるんじゃなくて実際に振ってるみたいなところを目指して、スペインでの練習を使って、練習をしてきました。前回のフォアハンド編に続いて斜め後ろに下がるドリルでこう足を使ってね、体を開かないようにしたり、今回はバックハンドですので、こうスイング軌道をね、ちょっと変えてですね、しっかりと打ち込めるように修正をして、最後ものすごく打てるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女、一般のテニスプレイヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これやったらちょっと明日もテニスしてみようかなと、スペインの練習もやってみたいなと思ってもらえるような動画作りを目指していますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。どうぞ。よし、じゃあ今日バックハンドで、はい、行きたいと思います。はい、で、しっかりと体を開かずに、加速させてね、ラケットを振れるようにしたいと思いますので、フォアハンドの時にもやったちょっとスペイン系の練習で、はい、後ろに下がりながらっていう球出しをあえてやることで、後ろに下がる練習ではなくて、体の開きを抑えて、こう腕をしっかりこう振っていく練習をね、したいと思いますので、じゃあまずそこから1球打ってみましょう。はい、クロス、へい、力上げて振って、そうそう、もっともっと加速、そう、 OK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 。 辻健さんバックハンド得意なんで、はい、まあ、今のもっともっとこう鋭いボールを打てるように、うん、今日はまず後ろ、下がることで軸足、左足の蹴りの力をしっかりスイングに、乗せる感じのところね、はい、やりたいと思います。はい、あ、そう、そういう感じで、フォアの時にやったような感じで、そうですね、斜め後ろに下がって打つんですけど、最後体がこう開いてしまわないように、まあ、右足を自然にこう上げて、その上げた右足を内旋って言ってこう内側にね、そうです、こう持ってくることで体の開きを抑えると。はい、でフォアハンドみたいにこうフリーハンドがないんで、右肩はもう勝手にこうそんなにこう開きすぎずに止まって、くれると思うので、こう足さえ止まればこう上半身が開くことはなく、グッとこういう感じで押されると思いますから、結果として左足をしっかり蹴って、ここからですね、このインパクトの後のスイングがしっかりと取れるように、はい、まあ片手ほどスイング半径大きくないんで、もう自分でここでこうグッとこう出していく感じをイメージできるといいと思います。えい、しっかり飛ばして、えい、えい、そう、 OK、 最後だいぶ振れた。怖いより全然飛ばん、これ。これ飛びにくいですよね、両手の人特にしんどいと思います。手出しのボールってやっぱ死んでるんで、それなりにまずは飛ばす感じでいってます。真ん中にしっかり当てて、はい、一つは鈴木さんのラケットワークがまだまだこうボールを押していくような感じになってるんで、はいはい、ここでインパクトしますよね、はい、で行くところまで抜けていったらこういう感じで抜けていくんで、はい、できれば最後この練習に関してはここにラケット来た方がいい、うん、肩の上に乗っけようとすると押してこういう感じで抜けていってしまうんで、はいはい、これ肩の上に乗っけようとするとここでね、こう、そうですね、こういう加速が効かないんですよ。うん、こう押して持っていってしまうんで、ここで、横殴りじゃないですけど、くるーんとこっちの方に回って、はい、ここですね、この右肩の横のところに、あ、そうです、そこに持ってくる感じです。こう着といて、肩の上に乗せようとすると、どこまでも押してこういう感じなんで、そうですね、ここからパチーンとこう横に。大体この右肩の下に、そうです、ここにパーンとこうぶつけるようにすると、はい、このインパクトのところのこの加速が、はい、しっかり効いてきます。 OK、 お、飛び出した、飛び出した。 OK、 右足止めて、ナイス、パワー出して、ナイス、ブローだ、パワー出して、オッケー、ナイスナイスナイス。今のこう
最後のこの肩のところにフィニッシュ持ってくる感じをちょっとやってみると、ラケットがこうキュンと加速してこう回っていく感じが出てくると思うんで、その感じ結構ね大事だと思います。意外と両手打ちバック得意な人でもやっぱり面でもって押していく感じのスイング使ってる人多いので、そこでしっかりこう横にこう走らせてあげる、多分新感覚やったと思うんですけど、であとは全部それする必要ないんで、その要素をこううまくミックスしていければ、なんかバックやのに回転かかってるイメージ、バックやのに叩いてる感があるじゃないですか。ちょっと結構僕フラットなんでバック、はい、フラット気味なんであんまり回転とかかからない感じやったんですけど、うん、今のはなんか落ちてんなみたいな、ヘッドがねこううまく返ってる感じ。ラスト若干、右足開き始めてるんで、うん、そうですね、あの大事なのはやっぱりここで打ってゆっくりこう戻ってくればいいと思います。あ、なるほど。こう戻る動きをちょっと意識しすぎるとここが散らかってしまって、はい、この動きと止める動きがこ うまく分かれなくてこうミックスされてしまうんで、もう本当にこう来てそのまま足つま先向こう向いた状態でついてこう戻ってくる感じにすると、はい、しっかり開きね止めれると思います。あくまでこう開かない感じとヘッドの加速とかそういうのを自分の体で学ぶための、ドリルなので、はいはい、もうしっかりあの現実のラリーとは違う動きで大丈夫です。はい、はい、そうです。ナイス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 。まだ開くな、なんかすげえ勢いで持ってくれ、力逃げてます。あ、これか、なんかこっちのこの作業ができなんやろ、この動きになんかそのままヒューって流されて持っていかれてしまう、うん、じゃあちょっともう強引にこっちに振ってみてもいいかもしれないですね、こういう感じで。あ、はい、あ、それぐらいいってみてもいいかもしれないですね。ああ、オッケーオッケーオッケー、これ分かった分かった。あ、飛んでる飛んでる、行き出した行き出した。お、もうちょい。じゃあ、よ。オッケー。よそ。ああ。例えばこれちょっとあの疲れてるんで喋りますけど、あの大事なことはこれで筋力アップをすることが目標じゃないんで、体力をつけたり。はい、筋力アップをしたりとか、まあ、もちろんあのそういうエクササイズ的な効果も高い練習なんでいいのはいいんですけど、まあ、10歳ぐらいの子とかでも今の練習でそのまま地面と平行に向こうのベースラインまでやっぱり飛ばします、うん、はい、なんであの大事なことはラケットの、加速のさせ方、うん、やっぱここが一番なんで、それを学ぶための、練習だと思ってください、はい、でそのためにはやっぱり一生懸命振らないと学びにくいので、最初はもうどうしてもこうすごい疲れちゃうんですけど、うん、今の後ろ足を、蹴る力をスイングに変換するところで、それから体が開いてしまうとぬるんと回ってしまうんで、体を、止める動き、開きを抑える動きというのはどういう感じで入っているのかというところ、あとはラケットがこうインパクトまででインパクトまで振って、あとは体の回転で持っていくような感じに、なりすぎずに、インパクトの後もこうヘッドが加速して抜けていく感じになってたりとか、まあ、こういうところをね今体でインプットしてるところですね、はい、でこれをインプットして、あとは普通にそれ元いつものこう打ち方に戻して、そのブレーキングのところとかラケットの加速のところが残っていけば、こう軽くボールが飛ばせるようになっていくんで、まあ、本当にあのスペインとかで実際に10歳の子があの辺でね、僕もついこの前みたいなのも片手バックで飛ばしてましたね、ここまで、でやっぱりこう筋力じゃなくて、やっぱりこの、うん、ラケットっていうこの棒切れをこう扱ってボールをしばく作業がやっぱすごくうまい。でそこからその上に16歳17歳になると筋力が乗っかってくるんで、はい、あと体力もついてくるんで、まあ、よりこう、そういう面では強くなっていくっていうのはあると思いますけど、であくまでそのラケットの動きを覚えるための練習だと思ってます、うん、じゃないと、
体力ばっかりついて満足してしまう。まあそれも大事なんですけどね、体力も大事なんですけど、はい、そこの加速をね覚えましょう。じゃあラストいきます。はい、ケイケイケイ、戻った。そう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 、ラケットヘッド加速してますか。そう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 、真ん中出て真ん中。そう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 、ナイスナイスナイス。蹴ってなかった、全然今まで。最後戻って終わらないとめっちゃ怒られますよ。あ、ごめんなさい。じゃあ、踏み込んで普通に、はい、ノーマルのバックハンドね打ってみましょう。さっきのラケットヘッドのこう加速っていうところをね、しっかり全然蹴ってなかったな。うわ、増えてる。かつてない加速。ナイスナイスナイス。おお、来た、レーザービーム。ナイス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 。早かったな。あの加速今までなかったですね。今までのがやっぱり押してるっていうのがすごい分かったと思いますね。 で、うん、でこうあのラケットをしっかりこう加速させて振ることができるようになったんで、最初ちょっとした面の向きでもう全然違うとこ行ってたけど、まあ、すぐ修正できるじゃないですか、うん、インパクトゾーンちょっと長く取ったりするだけであれだけ最後こうまっすぐ飛ぶようになるんで、まあ、あれぐらいこう、まあ、たったこれだけの練習でやっぱあれぐらい変わってくるんで、やっぱりこれを毎日のようにこう繰り返してると、手出しであんな出るもんなんですね、スピード。あ、そうですよ、やっぱりあの、うん、手出しのボールってこう死んでるので、それに対してこうスピードをとかパワーを乗っけていくって、うん、まあ、難しいし、まあ、これもね一緒で、現実のラリーでは相手のボールが乗っかってくるんで、この練習ってこうそんなにこう意味がないっていう考え方もできるんですけど、まあ、型作りなんで、まずここで今の新感覚が分かっただけでも、今度相手とのラリーのねやり取りの中でまた使えることが増えてくるし、ビュンって感覚が走りましたよね。後ろ足からしっかり乗って、うん、体が開かずに、多分辻健さん今まで得意やったんですけど、やっぱりどちらかというとこう押してこう持っていってましたよね。そうです、まあ、悪いことじゃないんですけど、それにこうパチンとこう叩くような感じが加わって、あとはそれを自分の中で割合を調整しながら、全部が全部今のパーンってこう加速させるだけやと、やっぱりボール打つ量が増えていかないとなかなか安定しないんで、そこはまあ自分のライフスタイルのテニスの移りに合わせて、まあ、安定する暴発しないだけの感じでこう加速をね作っていけばいいです。ラストいきましょう。しゃ、ちょっと目を向いてますね。しっかり押さえて、ね、そうそう、まだ上か。 OK OK、 おほっ、よいしょ、 OK OK、えい、あ、まあ、まだ入れて終わろう。ナイスショーナイスショーナイスショー。はい、いかがだったでしょうか。ものすごくねこうリストワークも良くなって、あとは体をこうブレーキングする能力も良くなってね、こう球がこうしばけてるというか、しっかり強く打てているのが分かったと思います。はい、次回は今度は、同じようなスプリンのドリルで、今度はフォアの斜め前に入る動きで、さらにですねこうフォアハンドに磨きをかけていくと、その後またバックハンドもやって、こうトータルの練習につなげていくという感じで、まだまだこのスイング速度をこう上げていくところ、体を、開かずにしっかりスイングする、はい、ラケットを振った気になってるんじゃなくて、実際にこうしっかりビュンとこう振り切るというところの練習ね、続いていきますので、ぜひ次回も楽しみにしておいてください。I saw standing in the street alone.